上州市は中華人民共和国チャン通称南部に位置する地球市。2500年の歴史を誇る風光明媚な町で、名所、旧石が多くある。また近年はモデル工業都市として発展している。また、大阪二括市及び埼玉県所沢市と姉妹都市である。中国近代化の中で工業が盛んになり、宝石、軽工業、電子機械、 科学工業などが目覚ましい発展を遂げている。気候は温暖湿潤気候に属し、四季の区別もはっきりしており、年間平均気温は摂氏15度となっている。長江三角巣の中心部、上海の西1 6 0トル南京との中間に位置し、北は長江に摂氏、南は太古に近く、低区以大運河が市内を貫流している。歴史をたどると、 約2500年前に町が形成され、春秋時代の呉の季節が封ぜられた延べ漁として知られている。春秋時代の炎城や考慮城などの歴史遺跡が残っている。青春時代から近代に至るまでの1700年もの間と、ふとして栄え、チャンス南部の政治、経済、文化の中心地として、サンクレの重鎮、八遊の名都と呼ばれている。 南朝の両武帝など、皇帝15名、上限9名、紳士1333名等の偉人輩出の地としても有名である。新朝末期の文学者であり、思想家であった京地鎮は、天下名士が輩出する地といえば、東南には、上州に比類する、ものなしと三端の句を読んでいる。新代の後期帝、乾隆帝は、この歴史の町上州に憧れ、幾度となく、 訪れ、また、北宋の文学者である素職も、上州を愛し、終焉の地となった。上州では古く東進の時代から櫛が作られ、民進時代でピークとなり、宮廷用の高級品の産地として、櫛のふるさととも呼ばれる。また、乱ハリ縫いや、メンシシューなどの伝統工芸も、無形文化財として登録されている。近年では、電気自動車や、 産業用ロボットなどの先進製造業を主な産業として栄えてきた。五四四九、一研究士を管轄する。竹進む分区祖南業職常習線区チャンス省、常習線区常習市チャンス省常習線区常習市、全170線で町の隅々まで連絡、全先進型ア,アコン付きバスで国内一専用車道のある快速バス線で市内の 遠距離移動の主要手段2019年9月21日に上州地下鉄が開通した。最終計画では6路線の建設が計画されている。1、京古線上州駅。全国各省と主要都市と連絡に、コネイ高速鉄道線上州駅、コネイ高速軌動線の主要駅の一つで、高速電車で南京駅まで最速32分。 上海駅まで、最速40分3、京古高速鉄道線上州北駅、北京南駅まで、最速4時間34分、上海公共駅まで、最速40分1、上海南京高速線、上海より約2時間、南京より約1時間30分に、ゾイ高速線、3、城寧高速線、南京より1時間30分、北京、広州、信陽、 生徒など国内17の主要都市と連絡。2014年に国際空港下で香港やバンコクなどに就航した。2015年9月27日から中部空港線が春秋航空により開設された。ありがとうございます。